次に岸本周平君。岸本君。国民民主党の岸本周平でございます。今日は質問をさせていただきます。ありがとうございます。今までの議論を聞いておりまして、いろいろ考えることがありました。行政にとってですね、おそらく一番大事なことは、行政目的に資するためにどれだけ現実を把握するかということだろうと思います。そういう意味では日本政府のみならずどの国も統計っていうのが一番大事なんですね。行政にとって最初は統計からスタートする。残念ながら我が国も本当に明治以来統計ではですね、抜群の実績を誇っていた国だったんですが、ある時安倍政権の時に結構統計部門がボロボロだったということが判明しました。これは予算と定員の問題が相当大きかったということが分かりまして、これはやはり有識ことだなと思いました。そしてその統計のベースになるのは調査なんですね。で、調査は2つあって、統計を取るための調査、そして今まさにここで議論している政策目的のための調査で、調査は普通従いましてどの省庁にも設置法に調査する権限がいろいろ書いてあります。ですから普通は設置法上で調査するんですけれども、重要な調査についてはこのように特別の法律をきちんと作って、調査の目的をはっきりして、しかも、ある程度行政の手足をきちんと、縛るというと変ですけれども、暴走しないように枠を作って調査をしてもらうと、こういうことでありますので、この法案は大変重要な法案であると思っております。また午前中からご議論もありましたけれども、現下の大変厳しい安全保障環境、これは本当に口で言っている言葉では表せないぐらい大きな変化が起きておりますので、私どもはこの法案は一歩前進だということで、提出していただいたこと、評価をしたいと思っております。ただ一方で、議論もありましたけれども、やはり私権制限があるものですから、その法律の目的を達成するための行政の在り方と私権制限とのバランスをどう取っていくのかというのが、一番大事なことなんだろうと思っております。で、その中で少し資料を1枚お配りしてますので、お手元に地図の資料がございますので見ていただければと思います。これは内閣官房防衛省に作っていただきました。例えばということで、普天間飛行場の周辺図であります。白抜きのところが、これ有名な普天間の飛行場の形、地図でありますが、その外側に楕円形で少し凸凹がありますけれども、楕円形の線があります。これがまさに1000メーターのラインであります。普天間基地の周囲1000メートルというのがこの地図の表すところでありまして、見ていただきますと、普天間市の市街地がほぼすべて入っているわけであります。で、そういうことでありますと、今後自衛隊の基地あるいは、米軍基地も当然対象になるということでありましょうから、これをですね、これから決めていかなきゃいけない。本会議での答弁でも1000メートルっていうのが本当に1000メートルなのか、1000メートル以下ということなのか、いろんなご議論があろうかと思いますけれども、1000メートルとなると市街地が全部入ってくるんです。で、これは調査の対象ですけれども、そのことが普天間の、市民の生活、経済活動、あるいはもっと下世話に言えば200平米という上限、これも後で質問しますけれども、この200平米がいいかは別にして、通常の不動産の事業を営んでいる方々にとって何かしらプレッシャーになりはしないのか。従いまして、できる限りこのラインを決めるとき、地域を指定するときにはですね、相当その慎重な上にも慎重な判断が必要かと思いますけれども、まず大臣、この地図パッと見ていただいてですね、この普天間に住んでいらっしゃる方の経済活動、あるいはさらにその200平米というところで区切れば良いと言って断言できるのか、その辺の所感をお伺いできればと思います。大野議大臣。本法案の措置ですか、中止区域内の土地等について、公募収集等による土地等の利用状況の調査を行った結果、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用が判明した場合に限って、土地等の利用者に対し必要な措置を取るべき旨、勧告命令をするものであります。安全保障上のリスクとなる重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止するために必要な最小限の措置としており、通常の生活を送る住民や事業活動を行う企業が土地等の使用、収益、処分について制約を受けることは想定されておりません。したがって市町村の経済活動に大きな影響が生ずるものとは考えておりません。岸本君。その場合、午前中の議論でもありましたけれども、
例えばこれからですね、基本方針を作っていかれる、そして、地域を指定していかれる、それで法律上の立て付けとしては、必ずしもそのじゃあ普天間市長と相談しなさいというような立て付けにはなっていないと思うんですけれども、ただ、午前中の木村内閣審議官の答弁では、地方との意思疎通はきちんとやるんだというようなご議論もありましたけれども、ここは大臣、いかがや、指定区域をするときは、まさにこの普天間市長なんかときちんとこれ、1000がいいのか、500がいいのか、そのようなご議論というのは、きちんとしていただけるんでしょうか。小金木大臣。我が国の安全保障のための措置は国が責任を持って判断をし実施することが重要である基本的な思いであります。このため中止区域の指定については土地等利用状況審議会の意見を伺った上で国として指定の要否範囲等について、慎重に判断することとしておりまして、ご指摘のあった一般の意見公募に関する手続きは設けておりませんが、一方で本法案に基づく措置を実施するにあたり地域住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ていくことは重要なことだと考えております。このため、区域指定を行う前には十分な時間的余裕を持って、関係する地方公共団体としっかり意見交換を行っていく考えであります。岸本君。今、いわゆるパブリックコメントのようなですね、一般的な意見公募をその地域の住民からすることはないというふうに受け取りましたけれども、少なくとも地方公共団体、とはですね、時間をかけて、できる限り意見は集約するというふうに受け取りました。そういうことでよろしいでしょうか。小金木大臣。区域の指定を行う前に十分な時間的余裕を持って関係する地方公共団体としっかり意見交換を行ってまいります。その通りでございます。委員長。岸本君。そうしますとですね、これもちょっとこの後のまさにずっとこの委員会で議論になっておりました阻害行為の定義みたいな話があるんですけれども、少し関連しますので申し上げると、結局ですね、この法律でいろんなことが基本方針に全部丸投げされてるんですね。丸投げってことは変ですけど、いろんな法律の立て付けがあって、政令や省令にどんどん委任をしていくというような立て付けもあれば、この法律用に基本方針というのに丸投げをして、閣議決定するから正当性を持つ、そしてそれで行政が責任を持ってやるんです。もう一つは、非常に具体的なことは政令省令に委任をして、大枠だけ法律で決めましょうと、こういういろんなやり方があるわけですけれども、その中でですね、立法府と行政府の緊張関係っていうのはとても大事だと思います。で、我が国は議員内閣制の下で、これは政治学的に言うと、与党の事前審査制という制度があります。与党の皆さんは法律出る前に事前審査制ということで、十二分なご議論をされて、法律が出る。野党はその間、そういう事前審査はもちろんあずかり知らないことですから、法案を見て、こうやって勉強して、質問をしていく、そしてディスカッションをしながら、場合によっては修正協議をしていくと、こういう立て付けでありますけれども、少なくとも私たち立法府には、まずは行政監視機能も要求されますけれども、その以前の立法段階でですね、できる限り立法府の、まさに国民の代表である立法府の意思をできる限り法律に反映させていくと、まさに予見可能性が必要な財政法定主義、あるいは租税法定主義、そういうものについて立法府というのは存在するわけであります。で、そういう意味で、今、指定区域を決めるときに、事前に地方公共団体としっかりと打ち合わせをするとおっしゃいました。そうであるならば、私ども立法府としては、中止区域または特別中止区域を指定する場合、指定された場合、国会に報告していただきたいんです。内閣委員会に報告していただきたいんです。そのことによって民主的統制を私たちが及ぼす、そういう意味での立法府と行政府の緊張関係があった方が、このように私権制限がかなりきついものについては、適当かと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。岡野大臣。区域指定を行った場合にですが、法定の手続きに沿って、官報で公示することとしております。また、区域の指定を含め、本法案に基づく措置の実施状況については、毎年国会を含め、広く国民に対して公表することを予定しております。委員長。岸本君。公表するのは分かっております。公表すること、それはいろんなね、
まあ、いろんな段階がありますけれども、それぞれの行政があって、結果が公表される、あるいは年に一度、それぞれの省庁が白書という形で、大人の場所になって、1年間の行政の結果をきちんと報告される、しかしあれも国会に出てくるわけですし、いろんなレベルはあると思います。しかし少なくとも法律上、国会への報告を義務付けた方が、民主的統制が行われるということは、まあ、ここで申し上げておきたいと思います。それから少し技術的な話になりますけれども、土地利用状況調査の対象なんですけれども、一番最初あれですよね、杉田委員の質問があったときに、権限に基づかない使用という概念が出ました。これは竹島でおっしゃった件なんです。まさにですね、まあ、所有権あるいは地上権や賃借権、権限があります。で、権限に基づかない土地等の使用収益をしている人だっているはずなんです。まさに実態上、ところがこの法律では国内でその1000メートルの中で、地上権や賃借権の権限に基づかずに土地を使用収益している人たちはこの法律の対象にならないんじゃないでしょうか。ここは少し法律として、竹島まで行かなくても国内でもそう法の献血になりえませんか。大臣いかがでしょうか。大野大臣。この法案は防衛科研施設等の機能阻害行為を防止するために、その周辺の土地等の利用状況を調査した上で必要に応じて利用規制を行うものであります。機能阻害行為を防止するという本法案の目的を踏まえれば、所有権、賃借権、地上権といった土地等の利用管理等を行うための権限を有する者を対象として措置を講ずることが最も効果的であると考えています。このため公募の収集、報告徴収等によって権限に基づく利用者の情報や土地等の利用実態をできるだけ具体的に把握することとした上で、こうした調査の結果、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用が明らかになった場合に、権限に基づく利用者に対して中止にかかる勧告命令を行うこととしております。実質的な利用者については、調査対象が過度に広範に及ぶ恐れがあること、公募に記載がないことから調査の実効性を確保することが困難であることといった問題があると考えております。したがって本法案に基づく調査では、実質的な利用者よりも調査および措置の実効性を確保できると考えられる権限に基づく利用者を優先して対象することといたしました。委員長。岸本君。やっぱりこれはですね、実態に使っている人を捕まえて、その人は本当にどうなのということをやらないと実効性上がらないと思います。従いまして、私どもとしては、権限がなくても調査対象になるような修正案を出させていただきたいと考えております。そして、先ほど来議論になってます、阻害行為をどう考えるのかですね。これも完全に2つに分かれてまして、政府はですね、基本方針に書きますからと、基本方針に具体的に書きますから、それでもって判断してくださいと、この一点張りであります。それに対して、今日野党側から出た議論は、それではですね、やはり予見可能性がないのではないか。で、これはその予見可能性の問題というよりも、予見可能性は基本方針見ればいいわけですから、そうじゃないんだと思うんですね。さっき言いましたように、立法府として法律上きちんとした例示をすることによって、法律で予見可能性を表して、それを受けて基本方針、あるいはそれを受けて政省令、全く例示もなくてですね、丸投げするっていうのは立法府を軽んじているのではないかとまで言いたくなるわけです。そこの問題なんじゃないか。内閣に、行政に丸投げするのか、立法府がきちんと例示を我々が関与して書き込むのか、もうその一点なんだろうと思いますね。で、まあ、ここに役人 OB もいっぱいいますけども、私なんか古手ですけど、昔はかなり法律に書いてましたよ。政省令にどんどん委任するっていうのはあまり美しいことではないし、国会で許してもらえませんでした。昔は。昔のこと言っちゃいけませんけど。今は何でも、もう本当に丸投げなんです。20年前の感覚から言ったら、信じられないぐらい政省令に丸投げしています。それでも、普通は例示があります。例示があって、その他、政省令にという書き方なんですね。で、例えばですね、
まあ、政省令でいうと、これはこの前、本会議でも使いましたけど、航空法の第73条の4、ここで言うですね、安全阻害行為、ここで安全阻害行為ですけれども、これ、きちんとですね、細かく、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為で、いくつか例示が並んでいて、その他を、国土交通省令で定めるものというようなことで落とし込んでいますけど、本当、4つも5つも例示があった上での委任なんです。この一番大事な罰則があって、懲役まであるようなですね、阻害行為が、例示がなくて基本方針に丸投げされる。基本方針は本当に基本方針なので、基本的な方向ですとかね、調査の基本的な事項、阻害行為の具体的内容に関する事項、土地等の利用の防止に関する事項、すべてここに丸投げされているんです。閣議決定すればいいというものではないのではないか。どうでしょうか。ここは要するに立法府をどのように関与させるのか、何でもかんでもですね、行政府に丸投げをするというこの近年のですね、政府の在り方ということについて、もう一度ですね、やっぱ考え直していただく必要があるのではないかと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。小野木大臣。機能阻害行為としては、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて、さまざまな対応が想定されます。このため、特定の行為を普遍的な機能阻害行為として、法律に例示することは必ずしも適当ではないと、改めて考えます。他方、対象区域の土地等の利用者の予見可能性の観点から、閣議決定される基本方針では、想定される行為を例示することとしております。委員長、岸本君。いえ、大臣ですね、こと細かく書いてくださいと申し上げているわけではなくて、基本方針に、だってもう木村内閣審議官がお答えになってたじゃないですか、構築物を作るだとか、電波妨害をするだとか、これは明らかに基本方針にそう書かれるわけです。そうだとするならば、誰が考えても、なるほど、そういうことが阻害行為になるんですねということを、条文に2つ、3つ書いて、他の論点でも他の委員から例示が必要だというのがありましたけれども、そしてそのようなものとして、それに類似のものを基本方針に委ねますと、こういうことになりませんか。本当にこれ、完全に丸投げなんです、基本方針に。じゃあ、それは最近のトレンドではありますけれどね、本当にこれだけ重要な法案についてはですね、本当にこんなことでいいんでしょうかと、与党の先生方にもぜひお考えをいただきたい。で、本当に与党の事前審査制が本当にこの国会の審議を活性化しているのだろうかという、ちょっと大きな問題ですけどね、ぜひ今、共有をしていただきたい。民主党政権の時はわずか3年でしたけれども、これも失敗しました。最初、事前審査制をなくしたんです。なくして国会の議論を活性化しようとしましたけど、やはりどうしてもですね、うまくいかなかったので、そこは本当にじくじたるものがあるんですけれど、与党が過半数以上を占める与党の皆さんが事前審査制で、与党でできたものは、それは通るわけですよ、国会を、基本的には。だから与党の質問時間が少なくて、野党の質問時間が長くて、そして、時間が経てば法律が通っていく。場合によっては、今日は本当に割と内閣委員会は本当に真面目な議論をちょっと今回積み重ねてきました。これは委員長にも感謝したいと思います。本当にいい議論してますけども、予算委員会見たらスキャンダル追及ばっかりじゃないですか。スキャンダルばっかり追及して、国民から見たら、皆さん地元を言い換えて言われませんか、あんたら毎日あんなことやってるのかって。いや、違いますよと。あれはテレビに映るときだけやってるんですと。いろんな委員会では本当に真面目な議論をしてますし、野党だって出てきた法案の8割から9割は賛成してるんですよと、修正もしてるんですよと、そういうことを、この法律とはあまり関係ないのですが、小此木大臣は共感するものが多いので、ぜひ頭の片隅に置いておいていただきたいと思います。そして最後に、
になりますけれども、これも、お願いでありますけれども、勧告や命令、最後の質問です。勧告や命令は、まさに懲役までですね、行ってしまう国民の権利義務に多大な影響を与える行為であります。で、これは1年に1回公表しますというのではなくて、まさにこれこそ国会に報告をするという立て付けを法律上作っていただいて、立法府の関与をですね、改めて要求したいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。小野木大臣。この法案に基づく勧告、命令を行うにあたっては、政府として対象となる個々の行為について、法律の要件や基本方針の内容に照らして、適切に評価するとともに、勧告に先立ち、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、それらの要否、内容等について、慎重に判断をしてまいります。また法案に基づく措置の実施状況については、毎年国会を含め、広く国民に対して公表することを想定しております。委員長、岸本君。質問終わります。どうもありがとうございました。次回は来る26日水曜日午前8時50分に次回、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。はい。